打者の新しい指標として打点足す得点、本塁打数を提唱。どうや？打点は打者としての能力、得点は走者としての能力として総合的なチームの貢献度を簡単に測れそう。測れそう。では測れるかどうかわからないので NG。 まずお前が検証しろと言いたい。なんで本塁打引くんや？本塁打数を引くのは、本塁打は打点と得点両方にカウントされるから調整するため。セリーグ知らんからパリーグでもやって。まあちゃんと統計のプロが考えたやつあるからこっち使おうな。これただ中軸打ってる打者が並んでるだけやん。平均でこの数字超えたら優秀みたいなのあるん？複雑な計算がやりたければ RC27 みたいな式があるし、単純なもんが良ければただ打率とか打点得点 HR 数とか見ればええしな。大学初等程度でいいから統計と相関勉強してから来てくれる？前は履修済みや。本塁打数引いたところで両リーグともホームランキングが1位の指標になってるから意味ないじゃん。後ろの打者に依存するのがね、大谷見て得点力の価値が分かったけど。ご視聴ありがとうございました。